行ってないとこを探すしかないね。おのねに分かれて探します。おのねにね。うん、一回おのてんルルルルルルル。ちょっと掘ってみたり、行き止まりの先。つるはし切れちったよ。つるはしくんねえがな、誰が。にわさん、誰かあります。ないっすかね。あ、ちょっと耐久度低いっすけど。ありがて。気持ち、気持ち、今の言わしたのは気持ち、気持ち、気持ち、ナイス。言い方が何ですね。感動的なんですか。気持ち、気持ち。ちょっともうおのおの、あ、こっちのドア開いてない。あ、いやでも奥に松明あるわ。記念にドアだけでも持って帰ろうかな。ね、エンダードアでしょって。エンダードアよ。違うよ。普通の木のドアよ。エンドア？違う。これはアンティークだよ。全然。未来のパポーペー。時々マジで何の曲かわかんない。おのでんじゃねえかそれ。おや？いや違うな、これただの道か。え、ないってことは確実にないっすもんね。ないってことはないと思う。ですよね、絶対あります。何を探してんの？あの、その様子、なんかネザー行くための、なんか、もう本当に分かりやすいやつがありますよね。うん。もう、なんか装置みたいなのがある。異質な、絶対異質なものが。ネザーはでも自分家から行けたじゃん。いや、ネザーじゃないです。エンダーです。別の、別世界です。あー、あっちもあんのか。ネザーが、ネザーがヤンキーだったら、エンダーはもう、ヤクザみたいな。まあ、チーマーみたいな感じですね。マフィア。マジ？マフィア。ハングレみたいな感じですね。ハングレは一番きついよ、ハングレが。あれ？兄さんを叩き落とした。ハイグレ。ハイグレよりきつい。ハイグレですね。あれかな、兄さん。俺、こっちに見つけたんだよね。そんな気しますよね。うん。そうっすよね、その右の。うん。ここに入り口があるわ。そうっすよね。ここはありそう。来たかもしんない。お、これなんだ、これなんだ、これ上じゃない、この。あ、ありがてえ。お、足広い。いっさ、こっちよ、絶対こっち。あった？いや、わかんないです、まだ。でも絶対こっちの匂いがする。あー、岩下ノーズが今反応してるのか。全然岩下の粉もなさそうだけど。ある？落とし？あ、ないね。いや、ここないな。何にもない。いや、違うな、絶対こっちや。しかも何にもなかったっす。え、一番最初に入ったところのなんか上、木になってるところじゃない？その上じゃない？違うかな？なんかあそこだけ木になってるのおかしくないっすか？上。なんか橋があるとか行った？あ、橋があるわ。全然違う。ただの金庫。ただの金のところ。うん。うわ、魔女。魔女。敵いた？魔女いる。しまえた。死んじゃう、死んじゃう。死んじゃう、死んじゃう。いや、死んじゃう、死んじゃう。死んじゃう、死んじゃう。女の子みたいな。いや、あと一。物を探すときってやっぱり下を見がちなんですよ、人間。なるほど。はい。隠すときもそうなんですけど、上に隠したり。上を見ながら探すとありますよ。上です、皆さん。とっとと見つけちまおうぜ。いや、毎回親にゲーム隠された時、食器棚の上にあったからな。でしょ、上でしょ。上でしたね。そうだから、やっぱり知ってるのよ、心理を。それはお父さんお母さんが。さすがだな。なるほどね。うん、お前んとこの大人のお父さんとお母さん、大人のね、力ですよね。ラビのお父さんお母さんしないな。そうですね。何だてにお母さんお父さんしてないの。マジでないな。ないってあんのかな。なんかその3つあるんですよね。ぶね、3分の1でみたいな。なんで今俺のおばあちゃんみたいな仮説しなの。3分の1でって。いや、ないな。これどうなんだろう。ない。もう無理。サイトにはもしかしたらないかもとも書かれてるし。いやー、マジかよ。きついな。
でもそれこそ3つぐらい湧いてるんでしょ。え、おいおい、なに、おいおいおい、何何なんて言ってるか分かんねえよ、もう潰れてんだよ、お前ら。なに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 なこれじゃねえの、これじゃねえのか、おい、おいおいおい、いや、ムシムシ、またやられるぞ。あー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 、ちょっと一回ストップしてもらって、ありがとうございます、ありがとうございます、これじゃねえのか、おい、なんか穴開いてた、ちょ、なんか穴開いてるぞ、おい、じゃねえのか、なんで穴開いてるの、ちょっと待って、ちょっと待って、おい、なんで、なんで、なんだこれ、これ石が違うな、ここの、さっき勝手に穴開いて虫出てこなかった、だから虫が多分あのこのスポナーがあると出てくるっぽい、あのこれ周りの石から、これ勝手に、そういう仕様なんだ、そうだから俺先に松明置いといたんだけど、ちょっと、え、これ富士さん先に松明置いといた、え、うん、先に俺が松明置いてからみんなにって思ったんだけど、ちょっと待ってください、あー、やばい、あれ古畑岩三郎が来た、ちょっと待ってください、岩畑広三郎、あなた、裏切りマンキーコングの富士さん、あなたがここを見つけたということで間違いないですね、そうだよ、何かおかしいところあるのか、おかしいところ、まず1個目、スポナーに松明が仕掛けられてるということ、そんなスポナーに松明が勝手に仕掛けられてることなんかあるだろうが、そして真ん中のマグマに砂と土が混ざってること、俺は落ちたら危ないっていう配慮じゃないのか、これを踏まえて私分かりました、あ、なんだよ、つけちゃいました、富士山、あなた、なんだ、クリエイティブモードを使いましたね、どこにそんな証拠があるってんだ、クリエイティブモードで見つけてこっちのサーバーに戻ってきて、あなたはこれを発見したふりをした、間違いない、おいおい、まさか俺が空を飛んでエンダーパールをたくさん作ってそれを投げまくって見つけるなんて、そんなこと、ああ言ってしまいましたね、小池くん、早く捕まえて、ああ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 あ、捕まえた、そっちかい、そっちかい、なんか右と左の溶岩の数も違えな、あのニコラさん、あのコント止めんのやめてもらっていい、せっかく最後まで今あれ小泉くんやってたのに、俺最後ちょっと最後ちょっといいセリフ言ってなんか終わろうかと思って、なんか探偵って言うじゃないですか、そうだね、うん、うわ、俺がやった、あなたがついた、うん、あなたがついた嘘でいろんな人が悲しいことになりました、大丈夫ですか、すごい殴られて、すごい殴られてますけど、虫がすごい殴られてますけど大丈夫ですか、虫が似てないのよ後半、それではまあ見つけたということで、うん、はい、エンダー終わった、ここはエンドポータル終わりました、台本通り終わった、うん、台本通り終わりました、うん、終わりました、千秋楽です今日が千秋楽だった、今日が千秋楽でした、エンドポータル見つけたね、いや見つけました、いやこれね、わからんよ、これはね確実に孤立してたもん、これはね無理があるから、うん、もうちょっとねしょうがない、そうゲームってやっぱ楽しくやんなきゃいけないから、うん、ねえ、それなのにねわざわざこんなねあの無理ゲーをねやってってもね大変なわけですよ、これはだから、まあまあちょっとそれはね使用別にでも反則って書いてないですからね、いやこれ理由があるじゃないですか、見つかんなかった、あーね、そうそうそう、あの、うん、完全孤立したんだよね、ここが、そう、あの渓谷と合体してるこの何これ水要塞だったから、その渓谷に阻まれちゃって、うん、もう全くノーヒントの壁に埋まってるっていう、トゥートゥートゥルルルルルトゥートゥートゥルルルル、飛べたよ、これ気持ちいいんだよな、うん、飛べた、うわぁ、いっぱい選べるアイテムも、あれ、ここら辺じゃなかったっけ、おぉ、降りるときどうすんのこれ、こうやってみると、え、もう一回スペース2回押すと元っと、左コントロールで、あと、そう、コントロールで、あ、シフトか、シフトで俺は降りれたね、
あ、いた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 。ナッパが浮いてる、ナッパが。お、いた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 。マジでサイヤ人。あそこ行ってるね。で、まあこれ、そこじゃん。あ、ほんとだ、ここだ。ここでしょ。ここなのよ、もう絶対。何個投げてもここなのよ。ほら。ここだね、真ん中、あ、真ん中ない、この、ここだろ？そうですね。ってことは、ね、ほら、掘ってんじゃん、もうこの穴。ああ、ほんとだ。これ真下掘っていくよ。はい、掘ってけ、まあ、これって掘るは普通に掘るしかない。あ、でも、ボリボリいけるのか。うん。ほら、警告と、ここが。マジだ。で、ここさ、なんか分かれてんじゃん。二つに。はい、はい。多分警告でぶった切られてんだよね、これね。マジ。ほら、こっちにさ、本棚あるとことさ。あ、無の世界来ちゃった。こっちにも。あ、すごい、無の世界来た。いや、ここなのよ。ほら。ほんとだ。高さ諦めねえよ。ここにあったのかもしれない。ここにこう全部くり抜くもしんどいけどな。言うてくり抜くというか、まあ、雑にさっきっ TNT ってインカってできないんだっけ。あ、 TNT で爆破していきます。そう、 TNT インカができるんだったらそれでいい気がするんだよね。ここの町でしたっけ。にさあ、この街だ。 TNT も意外とそんな範囲削んないんだよ。確かに。ん、この街。あ、この街か。あ、めっちゃ TNT やってる。うーわ、これ超重くなるんですよね。でも多分死ぬんすか、これ僕ら。やってみるか。はい、お願いします。死にゃ死ねだろ。インカクトし、もうこれで掘ってく。でも多分装置も吹き飛びますよこれ。すべてが。はい。だって見てください、もうビッグマンアタックされたとこみたいになってるもん。わあ、やばい、 TNT だらけだ。もうめちゃくちゃ置こう。すごい。全然だって高さ的にまだまだだし。これどうやったら引火するんだっけ。火打ち石、普通に火打ち石で。動画とかめちゃくちゃ重くなってるもんな。つけますか。うん、ちょっと、まあ、いいよ。はーい、真ん中につけます。水がだるいな。水だるいっすね。水消しといた方がいいかも。あ、水消したんだっけ。いや、あのブロックで水源を。なんかね、これあれボンバーマン理論で、あ、ここあったね。え、何か、今、いや、要塞見つけたから。ああ、ここら辺なんじゃねえかな、結局。スポナーのとこ来たわ。で、吹き飛ばさないでね、中。そうですよね。うん。なんかめちゃくちゃやってくれてますけど。そりゃそう。一人で盛り上がんの？誰だ、盛り上がったやつ。バカ。うん。今やべえやつや。これ下に掘っていくと。
も全然高さ掘れてない、意外と。横はすごく広いですけどね。うん。ちょすいません、トイレ行ってきます。おーい。おーい。なかったーでもいいかもしれないけどね。そうっすね。あったわ。え？マジ？うん。え、普通にあったんだけど。え、マジっすか？うん。どこ？169のマイナ746。ちょっと待って、ここ壊さないで、ちょっと場所覚えるわ。そうですね、座標。え、マジで言ってます？リスさん。うん。え、普通に行けた。え、普通に扉からとかっすか？うん。え？え？嘘？こんなことある？本当に綺麗にそこの周りくれる。何これ？あ、でも兄さん、ここ自体が、うん、警告でなんかダメになっちゃってた可能性ありますよ。そのここだって今俺ポコポコポコって掘ってきたもん、多分この扉見つけるのに。あ、じゃあ埋まってたんかな。はいはいはい、多分ここがちょうど警告の壁でブワッとこうなっちゃってて、本当はここを多分こう、 あれなんでしょう。そうだそうだ、ここはある、ここはあるけど、ここ確か下全部埋まってるだろ、ここ。そうですよね、はいはい。じゃあ戻ってこの座標160の740ぐらいをしれっと誰かが見つけてください。うん、それでそれでどうかな。よし、それでいこう。それで、はい、あのあたかも普通に見つけたようにやっちゃおうよ、みんなで。そう、まあ、それでいいと思うよ普通に。だってそのまあね、そうっすよね。うん、正直者がバカを見る世の中だからね。そうですね、言いたいことも言えないし。そうだよ。あ、うん、何スポ、あれスポナーじゃないぞ。どういうこと。おいおいおい、何、おいおい、何、兄さん、これなんだ。いや、ちょっと待って。え、まだ出てない、到達してない。お池のアイテムがいっぱい落ちてる。あれ、あ、隠し隠し、はい、隠し。池のアイテムが隠し。だから言ったじゃん。で、あと、天井埋めて、天井埋めて、天井埋めて。天井も埋めないと同じ石で。天井埋めて、同じ石埋めて。ふいさん、それ。いたいたいた。ふいさん、問題。もうやり直そう。石がない、石がない。やばい、ニコラさんが、ニコラさんが、マグマ、マグマやってる、マグマやってる。やべやべやべ。いやいや、やめて。いや、虫がなってる。じゃあどうもニコラさん。虫が、家で虫殺そうとしたら、多分パニックの人ってこうやってやるんでしょうね。ダメダメ、何やってんのっつってのに、もう虫虫。いつだ、虫が。ほらほら、もう同じから出てきてんの。ほら、ああ、これってあれスポナーなんですよね。いや、なんで俺ニコラさんがぶっ殺してる。あー、もうせっかくクリエイティブで見つけたやつしれっと今見つけた風にしようとしたのに。言うな、なんだよもう。言うな、で、なんでこんな手こずってんだよ。綺麗に直そう。ニコラさんに殺されるし、俺もう家に戻ったし。やばい、スポリスポーンベッドじゃなかったんかい。